河野聖区も11月6日から1974年1月24日は、日本の自習の僧、俳人。福岡県福岡市出身。明治20年福岡市館内町一光寺の裏、辻仏、誉れの三男に生まれる。6歳の時、同志編土井町の自習小明寺住職、河野里志願の養子となる。福岡県立尋常中学就有館に入学するが1年で、 大学後、明治38年に、自習修学林を卒業し、大正3年4月より同7年3月まで、同学林寮関兼教師となる。大正9年より、自習総本山出寺、宮城県渡里町千年寺住職に就任し、同12年6月に辞任。福岡市、前田市の照明寺に寄附。昭和24年に、廃止、冬野の死有の援助により、 福岡県筑紫群太宰府長官税恩寺ガッサに課長産物神寺を創建。昭和49年に86歳で死去。俳句は高浜巨市に指示し、大正3年5月より、ほととギスに遠く。博多俳人の指導に努め、大正14年には、清原海道の廃止、木星の創刊に、末永官来、隅葵からと共に協力する。昭和5年には、 木星を継承。昭和9年に、ホトトギスの導人となる。昭和16年には、福岡県カホトトギス系、廃止後し、ブハナバナ八万、カズノコ字山ヤマダロチクゴ、クヌギオオムタ、木星合併の廃止、冬野の取材となる。昭和43年には、KBC 福岡放送文芸部俳句団の担当となる。工夫は国稽味にあふれ軽妙。 ありがとうございます。